2024年の6月の9日、今日はホタルを見に滋賀県の長岡に行ったんですが、ホタルが飛び始めるのって日没から1時間経った後とかで遅くなるので、午前中は家で本読んだりゲームしたりして、午後から出かけてまだ余裕があったので、彦根駅で少し降りて石田三成の居城として有名な沢山城跡っていうところの周辺を少しだけ散策して、いい神社だったりその井伊家関連のスポットもあるんですが少し見て、その後米原駅方面に行って、さらに乗り換えて近江長岡駅まで行って、そこからは徒歩ですぐ天の川っていう有名な蛍で有名な川があるので徒歩で行けるぐらいで着いたんですが、8時ぐらいになるまで全然蛍光らなかったので、だいぶ早めに着いてゆっくりその川の周りとか歩いたりしながら時間を潰したっていう感じでしたね。ホタルってその飛ぶ条件があって、気温15度以下だと寒すぎて活発にならないとか、風が強すぎると飛べないとか、雨が強くてもやっぱり飛べないとかいろいろあるんですけど、今日は小雨が降る予定かつ風がちょっと強めだったので心配だったんですが、結果としては3、4匹とか同時に飛んでるような姿があったりっていう感じで、ちゃんと光ってるところと飛んでるところが見られたので、そこは良かったですね。ただなんか10匹以上20匹以上が一斉に飛び交っていて、すごいなんか派手になってるみたいな、そういう模様までは見られなかったので、一応国の特別天然記念物としてその長岡のホタルっていうのは指定されてるんですが、多分ホタルの見栄えとして一番いい場所っていう意味では、このタイミングも込みで考えるとそこまでには行ってなかったんじゃないかっていうふうには思いましたね。ただ自分の場合、物心をついてからホタルをちゃんと見るってことをずっとしてこなかったので、なんか子供の頃の記憶がないやつとかはあるんですけど、なので改めてその光る虫、そのホタルが飛んでる様を見るのはちょっとした感動はありましたね。やっぱり都会的なエリアに住んでると、自分から意識してホタルの光見に行こうっていうふうに思わなかったら、ホタル見ないまま1年って終わっていくじゃないですか。花火とかだったら勝手に音が聞こえてきたり見えたりすることもあると思うんですけど、でホタルが成虫で飛んでるタイミングって2週間から1週間ぐらいとかで、かなり短いんですよね。さっきの話で雨が降ったら飛べないとかいろいろ条件もあって、だから最近見てないって方がいらっしゃったら、たまに1回見に行ってみるみたいな、それくらいのことしてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。あと余談で、ホタルの情報を調べるのに5チャンネルの昆虫関連の板スレッドとか見てたんですが、自分はなんか特別虫が好きとかはないんですけど、面白いスレッドがあって、なんかクモが好きな人がクモを家で育ててる話とか、なんか子供産んだらどうこうとか、結構その自分の知らないマニアックな世界を熱く語ってる人が眺められたりするのって、インターネットのいいところだよなっていうふうには思いつつ、結構面白いですよね。そういうの見てると知らない知識が増えていくというか、見えてなかった世界があるってことが分かって、知的な好奇心が刺激されて面白かったですね。クモを飼いたいって人は綿棒に砂糖水をつけて、でそれが生きてるものに見せるように少しだけ動かしてそれを吸わせるとか、なんかいろいろテクニックとか知識があるみたいなんですが、あとその画像があって、このクモはなんてクモですかみたいな質問によくわからないその名前とかで答えてっていうのがポンポン返ってきてるようなところがあって、世の中本当いろんな世界があるんだなっていう風に感じましたね。あと移動時間だったり出発する前に安倍工房の燃え尽きた地図っていう本を読んでいて、ちょうど都市ガスが広まってるタイミングだったんですかね、1960年代ぐらいで、で都市ガスが進むとプロパンガスがそれまで使われてたエリアで、都市ガスの方が安いからっていうのでプロパンガスは使われなくなってくってことで、だからプロパンガスは都市がある程度栄えたら売り上げが伸びていくのに、その栄え切って都市ガスが入るほどになったら潰れてしまうから、なんか皮肉な会社というか事業だみたいなことが書いてあって、でも世の中そういう事業ってたくさんあると思うんですよね。過渡期だから成立する仕事みたいな、だからそういう仕事をしてるとかなりリスクとしては高くなっちゃいますよね。50年以上前の作品ではあるんですが、なんかでもやっぱり優れた作品っていうのは50年経った後読んでもいろいろ考えさせられるというか、面白さみたいなものが残るものなんだなっていうふうに思いますね。ニュースとしては都知事選について、選挙告示前の事前運動を禁じた公職選挙法に抵触する恐れがあると指摘されていた蓮舫氏が言葉を言い換えて、
都知事選と言わずに夏の挑戦と言って演説をしたという報道がありました。まあ実際のところどこまでが厳密に慈善活動として見なされてどこまでが許されるのかっていうのはかなりグレーなところもあると思うんですが、有権者の印象としてはあまり良くなくなっていくんじゃないかっていう気はして、そうすると選挙としては不利になっていきそうですよね。以上です。